ここね、最初ね、四角なんですよ。よいしょ、これ。これを長押ししてみてください。そうすると、いろいろ出てくるんで、2番目にある、角丸長方形ツールというものを選択します。で、そうすると、上のここら辺に丸みっていうのが出てくるんで、ここを数値入力で30とかやるとですね、あのめっちゃ角丸でできます。わかりづらい。ですね。はい。で、これ、例えばもっと100とかにすると、はい。すごく丸くなります。はい。でですね、こう、右から左へドラッグするだけで作れます。で、ここからが、さっきのグラデーションを適用するところ、まずこの右側にですね、レイヤーパレットというのがあります。シェイプ1、シェイプ2ってありますね。これは今左側のキャンバスで作ったものがあるよっていうことです。新しいのが上に来てます。今表示で切り替えてるところですね。で、このシェイプの中の右側の空いたところをですね、ダブルクリックしてみてください。はい、なんか出てきました。これレイヤースタイルというやつです。これがデザイナーさんがデザイナーさんらしくなる、最強の武器です。はい。ここにですね、左側にスタイルっていうのがいくつかあるので、下から3番目のグラデーションオーバーレイ、こちらを選んでいただきます。そうするとですね、あら不思議、下の方のやつがグラデーション適用されてるんですね。はい。で、これじゃあ他の色にしたいよっていうときは、こう右側の設定項目の上から3番目、グラデーション、こちらを選びます。はい。そうすると、いくつか最初から用意されているグラデーションのセットが出てきました。で、これをクリックしていくと、あら不思議、ちょっと後ろで見づらいですけど、どんどん変わっていきます。こちらを使用してですね、やっていきたいと思います。先ほど、インターネットでダウンロードできるものはいっぱいあると言っていたやつがあるので、使えます。右側の読み込みボタン、こちらを押していただくとですね、グラデーションのセットを読み込むことができます。で、さっき、私の場合はダウンロードフォルダにですね、私の作った iPhone グラデーションセットっていうのを入れてあるので、この拡張子 GRD、こいつを選択して読み込みします。そうすると追加されました下にいくつかですね、これをこう、せっかくだからもっと見やすくしたいんだけど、こんな感じでクリックしていくだけで、ああ、いろいろ変わってる、いろいろ変わってるっていうのが分かると思います。これで大体のボタンの作業は終わりなんですけど、最後にプクッとした質感を出そうっていうところですね。このベベルとエンボスっていうのを使うのがまたポイントです。今クリックしたの、変更されたの分かります?ちょっとプクッてする、してない。プクッてした、してないって感じになってます。で、こちらをですね、さらに今っぽくするのは、この右側の設定項目をちょっといじるだけで今っぽくなります。まず上から3番目の深さ。これをずっと右端に寄ってきます。で、それからその下の2つ目かな、サイズ。こちらを1とか2ぐらいにしてですね、薄くしてあげるとですね、このように、よいしょ、1とか0になってもいい感じだったですね。ちょっと上に白い線と、下に黒いのが追加されて、押しそうな感じが出てきたと思います。まあ、これで OK ですね。いいと。はい。で、あとは、左側のツールパレットから T の文字、これテキストツールです。これをクリックして書きたいところにポチッと押して、こうすると文字が入力できます。投稿ツールとかをやってですね。で、Mac だとコマンドエンター、Windows だとコントロールエンターを押すと確定になります。まあ、他のところをですね、クリックしていただけても確定するので、それでも OK です。で、サイズは編集からですね、自由変形押すと、なんか四角のちょこちょこちょこが出てくるんで、これのをこう動かすと変えられるわけですね。OK だったらエンター。で、こいつにも、レイヤースタイルを適用したいと思います。で、またレイヤーの空いたところをダブルクリックして、次はドロップシャドウですね。はい、影がつきました。で、この影濃いままだとですね、あ、初期設定のままだなってバレるんで、薄めにするのがポイントです。2番目の不透明度、こちらを 30% ぐらいにするとですね、ちょうど下の色といい感じで混じります。こちらを使うと、
はい、できました。ボタンいい感じです。ですね、こういったボタン、超速で作るということで、今から5秒で作ってみたいと思います。簡単簡単。まずですね、このシェイプ、さっきのところを選択して右クリックをするとですね、レイヤースタイルをコピーっていう項目があります。で、これでさっき作ったこの子のレイヤーの右側で右クリックでペーストってしてあげると同じスタイルがコピーすることができます。これで超速で作れるっていうわけですね。分かってみれば何のことはない。あとはグラデーションの色を変えてあげればですね、あの質感も変わりますし、で、あとは同じように文字をこう打ち上げてすいません、お食事中の方すいませんですね、こう打ってあげて、で、こっちも同じようにですね、右クリックのコピーで右クリックのペーストってしてあげると同じように文字がスタイルがコピーされるっていうことで、はい、これがボタンの作り方です。